やる前にこれを、まあ、こっちガチャンって引いとくんですよ、それであと脱穀機を入れると、はい、ここへ入るようになってます、走行とここ同調してますんで、はいはい、これを入れれば入れるほど速くなれば速くなるほどここも速くなります。まあ今これオープンになりますけどね、はい、詰まるとなるとこの脱穀機が詰まるとかなんで、ここを開いていただいて、ここを掃除するとか、あとここにもちょうどここに掃除口のレバーもありますし、はい、上がるようになってます。前のはね上がらなかったですよね、この手からちゃんとここにオープンだで、これでなかなか取るの大変なんだけど、これだけ開くと結構藁が大概ここで、ハイワラ詰まっちゃうっていうのが多いん で、ね、でここで取っていただくという、ことですね、いいですかね、行ってみましょう。ちょっと動かしてください。ブレーンホッパーになって、今まで袋取りだったもんですからだいぶ楽になって、まあ、あの技術の進歩っていうのをよく感じます。それで作業効率もだいぶ上がると思います。本当に、いい機会をノッキングネットさんに紹介いただきまして本当にありがとうございます。